さあ、お待たせをいたしました。それではここで鳥羽一郎さん、そして原田由里さんにお話を伺わせていただきます。鳥羽さん、由里さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは、私の一枚ということで、お二人の一枚はこちらです。素敵な写真。わー、懐いてますね。すごい素敵な写真。スリーショット。はい。真ん中が。はい。真ん中が。ちょうどレコーディングの時ですね。はい。はい。いいじゃない。なんかすごくこうリラックスした雰囲気で、スリーショット素敵ですね。あの、お二方、同期デビューなんですか？はい。何ヶ月か早いんですけどね。こだわりますね。いや、あの、ゆりちゃんの方が、ね。はい、2ヶ月早いです。2ヶ月、はい、40周年を迎えさせていただきました。40周年、おめでとうございます。ありがとうございます。あの、今回ね、お二人が、デュエット、どういう経緯で決まったんですか？私が本当にあの鳥羽さんとデートしたいって熱望しまして、鳥羽さんに40周年ね、こうやって背中を見ながら一緒に歩かせていただいたんで、ぜひデュエットさせてもらいたいってお願いしたんです、はい、鳥羽さんもすごく本当にもう真摯に受け止めてくださって、はい、でなかなかあのコロナがあったりして難しかったんですけど、まあ、北島先生にじゃあお願いしようよって言ってくださって、それでまあ先生が、うん、おお二人が歌うのかってことで、はい、その間3年ぐらいやっぱりこの中で、うん、あの話がまとまらなくて、はい、で曲もできてこないし、うんうん、それでまあなんとかあのゆりさんにお願いしてね、うん、でやっぱり北島さんがいいよなっていう話になって、それで書いていただいたんだけど、そうです、素敵な歌をいただきましたよ、はい、本当ですよね、はい、あの実際にいただいてみていかがですか？最初の2行聞いた時にもうしびれました、うん、あ、私はそばに立っててあの囁いてればいいんだって、そういうなんかこう恋女房になった気持ちで、なんか幸せな気持ちで歌わせていただきました。2人、はい、デュエット曲、はい、聴かせていただきます。改めてどんな作品か教えていただけますか？あ、もうとても気に入ってる作品です、あのゆりさんお願いします。こちらこそもうあの本当にあの私も念願かなってこうやって素晴らしい作品を40周年の記念に、私にとっては宝物でございます。本当にあの全国のカラオケファンの皆さんにぜひデュエットしていただきたいなと思っております。はい、歌っていただきたいです。はい、なんかポイントとかありますか？カラオケで歌う時の見つめ合ったりとかしないんですか？いやいや、あんまりしないんですよ。でもそうしてくれっていう、うん、オーダーが、要望が多くてですね。なるほど。でもそれできないの、私は。すいません。私はしょっちゅう鳥羽さんの方を見てます。でも最近分かったんですけど、鳥羽さん、あの、むつっとしてても怒ってないってことが分かったので、もう安心して鳥羽さんの方を向いて歌わせていただいてます。はい。では早速楽しみに聞かせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鳥羽一郎さん、原田由里さんで、2人です。どうぞ。